大変ですよ、リコールです。まあよくあることでございます。はい、まあオートバイの場合はね、まさかリコールが出たからといって販売店にね、欠陥車につきやがってなんていう人はいないと思うんですけど、なんか車だとねそういうのがあるみたいでね、うん、非常にあのメーカーの方はあの、まあ、メーカーが大変じゃなくて販売店がね、うん、あ、申し訳ございません申し訳ございませんって言って作業をやらせていただくということですけどね。はい、こちらはですね、名義はうちの 相方のになってるんで、相方がね、ちょっとあんたどうなってんのよ、いや僕に言われても困る、そういうのはダメだ、怒られてしまいます、ダメです、そういうのはね、いや私の責任じゃないとは言えないんですよ、申し訳ございません、土下座しなさいよ、あ、それ言ったらアウトですよなんて、ね、はい、でこれね、はい、新しいペダルです、ね、うん、でとりあえずね、まずこれをね下にずらす、そしてステップを4本全部緩めて少し下にずらす、でないとこれ外れないんですよ、ステップずらさないと外れない、ね、うん、私も何度か外そうと思ったら絶対外れない無理だな、無理無理だよ、ね、はい、ということでやりますよ、はい、まず下のね、あ、説明をしなきゃいけないですね、これはね、ちゃんと説明させていただきますね、ハウツーものです、はい、リコールね、もし自分でやるっていう方がいらっしゃる、いないと思いますが、まずここのボルトね、これ、あとこれ、要はこのアンダーガード止めてるボードを外れて、アンダーガード前に持ってきて、その後にこのこれですか、これと、これか、これと、見えない、分かりづらいな、これと、あとこっちね、手前のやつ、これか、これね、これの4つを、緩めます、よろしいですか。はい、で、まず、アンダーガードはとりあえず普通に緩めれば大丈夫だと思いますが、あのですね、固定の、そう、すごく固く締まってます、はい、緩まないように固く締めてるようです。というか、トルク管理がね、うん、やっぱりかなりちょっとシビアみたいで、硬いので、ちょっとやっぱ大きめの工具ではないと緩まないかな。硬いね、これ硬いね。アンダーガードこんな硬くしてますよね。ネジロックは乗ってないと思うんだよな。で、とりあえず、まず2箇所ね、アンダーガードの部分を、ちゃんとした工具ではないと、舐めちゃったりね、傷つけたりしますから、その点は気をつけてください。ね、お客様のやつを作業して傷つけちゃったら意味ないんでね。で、自分でやりたいという方ね、販売店の方に言って自分でやりたいんですけど、いやそれできませんって言われちゃうかもしれませんが、ダメですね、絶対それダメですね、多分エッチ社が許してくれないですよね、はい、私は特別です、いや、私が買って私が自分でやってるって変な話だな、なんだろうな、いろいろあるんですよ、ね、持ってけばって言ってやってくれると思うんですけど、まあね、とりあえず、はい、まずアンダーガードのボルト2本緩めましたよ、そしたらこれがね、それ下がります、こうやってこういう感じでね、ずらしますね、ずらします、よろしいですか、ね、ずらしました、そしたらステップのボルト4本を緩めます、全部外さないでくださいね、全部外さない、途中まででいいです、これが少し落ちるぐらいでいいです、はい、っていう風に書いてあります、はい、で、あとね、向こう側用意してくださいね、そのステップがずれたことによって、クラッチのカバーとかにステップがぶつかって傷ついちゃうねとまずいですからね、はい、養生をよくしていただいて、それから作業するということですね、はい、まあ、ここのね、クラッチの鍵を用意したり、あとね、養生するにしても、この養生テープをビリビリって新品剥がしていきなり貼らない方がいいですよ、少し手とかでペタ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 やって、ちょっと粘着力を少し落としてからじゃないと、万が一塗装剥げたら大変です、貼ったはいいって、剥がした時に塗装がペロペロって剥がれたらやばいですから、ちょっと。粘着力を落とした状態でやった方がいいんじゃないかななんて、老婆しながらね、そのことはお伝えしていきましょうか。でもね、特にこういう黒い塗装とかね、落ちますからね、はい、簡単に。時間が経ってればいいんですけど、作りたてとかね、出来たてまだ塗って、そんなに時間経ってないとかですと、マジで剥がれます。やばいです。びっくりします。その時に、やべえって言っても、もう、後の祭り。ね、あ、ちなみに、この、ね、リコールの説明をちゃんとやらせていただかないとね、お客様に不安をかけてはいけませんので、私のような
のがちょっとね代わりにやらせていただいているわけでございます。はい、これが新しいペダルですね。これついてるのは今ね、後で今外して比較させていただきたいと思います。初めから5本もついてますね。はい、ね、そしたらまず4本緩めるね。これもね、適切な工具がないと舐めちゃったり、危ないね、センタースタンドなのに。でこうやってこういうところにボンってぶつけてこう、ね、センタースタンドに傷つけちゃいましたなんて言ったら目も当てられないんで何やってんだってないでしょ。はい、ちなみにこれはね 0.3 インチです、作業工程コースはね。でこれはね金額も決まっちゃってるんですよ、メーカーのやつだからね。はい、めちゃくちゃ安いです。はい、余計なことでした。はい、まあ、協力してるっていうことなのかな、言い方によってはね、メーカーよっ、よし、緩めると全部外さないでくださいと書いてあります、説明にはね。はい、落ちちゃう、落とさない、余計なとこ気付けたりする場合があるからですか、そんなことやってね。とりあえず緩めました。はい、だいぶ落ちました、落ちちゃう、落ちたらもうすぐ落とさないとダメか、こんな感じかな、これで抜けるかな、養生してから抜いた方がいいですね。でここの遠見をネジを入れます。基本的にはですね、養生して悪いことはないです、どんどん養生してたらね、やらないで後悔することなんて、もやって後悔することといったら剥がしたら塗装が一緒に剥がれたと後悔しますけどね、それはさすがに後悔するけど、まあそしたら止めてるネジですね、はい、これね、これ緩めます。はい、これ初めてだな、これね、ここにね、ぶつかりやすい。この長いやつ。だから、そこも養生していきましょう。ね。これいいでしょ？ね。何がいいかっていうと、何台かはやるんですよ。で、あと1台は絶対やるでしょ？もう1台は。はい、外しました。これがボルト再利用かな、ボルト再利用だ。初めについてるやつね、はい、こういうやつです、初めについてるやつで、一応対策品っていうのがこういうやつですね。はい、こういう、ここのところは違うんだね。これあれか、溶接の幅が狭いから、スタンドがここがっていうことじゃないですか、説明読めね、そういうことですよね。はい、見るとこんなに違う、ここほらこんなに広くなってるでしょ、ほらこっちこんなわけじゃないですか、逆にこっち穴避けてるからね、避ける必要ないんだけど、うん、ほらこんなに違いますね。だからこれでよってここのちゃんとしっかり感が出てるんじゃないですか、止まってる部分が多いからね、溶接してる場所がね、半周やってありますから、これだと上の方ちょっとだけだ、もうちょっとだけですからね。はい、そういうことみたいですね。はい、さあ交換をしましたんでね、じゃなくて、はい、新しいのに入れましょうね。でこのね、角度は決まってるんですよ、これが地面に対して90度、だからこういうふうにつけたりこういうふうにつけたりはダメだっつってます。はい、もうこの向きでつけてくれ、ね、説明してますから、そのようにつけましょうね。はい、90度かな、違うな、でもこの次やるとここだ、ここだ。で、使ってたネジで止めると。なんかそういうことか。そしたら、元に戻す。で、そしてアンダーガードを戻して、そしてこういうのがみんな変わっちゃってるところは
変わっちゃってる方の場合はね、やり方がまた変わりますからね。はい、ただですね、これね、お店によっては、これリコールなので、基本的にはどこのお店でも受けてくれるのではないかと思うのですが、ただ改造車となると分かりません。改造車の場合は分かりません。はい、ですので、その点はね、気をつけていただくと。で、例えば通販とかで買ったりとかね、遠いと、買ったお店が遠いね、買ったお店が遠い、そうした時に、近くの販売店でやることになりますね、はい、なりますよね、当然のことなのでね。その時に改造して、ね、例えばほらドリーム店とかね、ありますよね。そういうところに行って、リコールなので、ね、基本的には、まあ、どこのお店でも受け付けると思います、はい、そうしないと、まあ、断っちゃまずい、ダメだって言ってましたから、基本的にはね、断れないらしいですから。ただ改造車となると話は別で、改造車は断ることができるような気がします。はい、そうするとね、お店がほら困っちゃうから、もし改造車だと。なので改造車の場合はちょっとよくね、よくよく考えて、はい、お店に行ってください。と、はい、いうことをお伝えしておかなければならないかと思います。はい、で、あとはですね、ステッカーをね、貼ります。はい、その作業もね、それをネック部ですね、車体番号の四角にその、この作業をやってありますっていうのを貼りますね。はい、という感じで、今回の作業はこれにて終了でございます。はい、リコールね、リコール。ね、ちゃんと国内仕様はこうやってありますけど、輸出しようのはどうなんですかね、まあ、ペダルでも、ね、安い、これペダル安い、うん、だからもしね、うん、メーカーが出してくれる、輸入業者がね、やる、そう、全部出してくれるかもしれませんし、またそうじゃなかったとしても、もしね、変えたいっていう場合は、対策品にしたいっていう場合は、うん、まあ、ちょっとね、あれですけど、はい、ただ金額的にはそんなに高いものじゃない。え、高い ?1000 いくらするのかと言われるとあれですけど、これおそらくですね、そのリコールの金余って値段が安いんじゃないかな、違うかな、うん、このペダルだけで、もう少ししてもいいもんな、1000いくらってことないですよね、切っちゃった、かな。で、これはね、メーカーに返すんですよ、ちゃんと交換しましたっていうね、はい、そうすると、販売店にお金がっていう仕組みらしいです。はい、これがやっぱりね、これメーカーによってもちょっと違うんですけどね。はい、例えば男はね、そんなね、返してくれなんて言わないんですよ。あ、そちらで処分していただいてよろしいですか。あ、わかりました。はい、ね、さすが男ですよね。そんなね、そう。で、どうしてね、これ返してうんぬんなのか知ってます？わかります？そうですよね、わかりますよね。そう、やらないとこから受け取ったらいいけどね、だからそういうのを防ぐためにね、信用されてないと思うね、男は信用しますよね、男のメーカーはね、うん、あー、そんなのっつってね、うん、や、普通やるでしょ、やりますよね、それで終わりですよ。そうじゃないとまずいね、はい、いろんなことがあるんですよ。はい、さあ、そんな感じで、CT125 リコールちょっと動かして、これで何か変わるわけじゃない。ここの合成はね、あ、向こうが剥がしてない。いっぱい貼るパッケージ貼ってある。張りぼてない。ね。このリコール作業を。よいしょ。まあ、うちには行かないとかないですか。いや、変なことが言えばさ。うちは多分ね、これお金入ってこないんですよ。これぐらいはね。ギブアンドテイク。お互い様ですからね、そうじゃない時もありますからね、なんだろうということで